はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。11時半をちょっと回りましたね。4月は3日の水曜日でございまして、今日もね、日経平均ガンと下げてますね。410円安、39,428 と。何なんでしょうね、よう分かりませんけど、ドル円はですね、151.57 と、そんなに動いてないでしょ。ですね、今日は上海も空いてます。昨日から空いてますね。動きなしか。マイナス9ですね。3065と。ハンセンはですね、下げてますね。ちょっと115と、16,816という感じですね。はい。あんま朝食ございません。で、ですね、注目は、なんかね、PC のね、朝立ち上がりね、調子悪いんですよ。画面がね、動かなくなるというですね。なんなんこれ、ほんまにもう。動かへんやん、ほんまに。あれですね、さっき事務所に入りましてですね、今日はですね、この部屋19度でございまして、千代田区は何度でしょうね、今ちょっと出てませんね。この画面が動かなくなるというですね、これはですね、ドルウォンを見ようとしていますが、画面が動かへんねんって、あれなんなんこれ。なんなんこんな見とうないねんけど、違う画面が出てきてるという。はい、出ました。1349ですね。ちょっと温高方面ですね。昨日夜の部で頑張ったみたいですね。じわじわとですね、温高方面に押しました。でですね、また動かない。なんなんこれはと。どうも PC の調子が変でございまして、お題はですね、あれなんですよ。昨日川勝知事ですね、静岡県のがですね、1日にですね、入庁される方々に対してご発言になったことが、まあ多分原因でですね、6月の議会をもって辞そうと思うということでですね、辞意を表明されました。その話でございまして、これはザクザク、昨日の19時14分ですね、静岡川勝知事突然の辞意発言、6月の議会をもって辞そうと思う、野菜売り、牛の世話などへ、職業差別発言で釈明中ということですね。なんか一生懸命ですね、リニア止め男だったんですけど、思わぬところでですね、脇の甘さを出してしまいましたね。川勝市は1日新規採用の職員を前に行った訓示で、県庁はシンクタンク、野菜を売ったり牛の世話をしたり物を作ったりとかと違い、皆さんは頭脳、知性の高い人たちと述べた。静岡県庁の職員が、新しく入庁する人々、県庁職員ですよね。その県ではですね、県庁職員というのは一応エリートなんですね。まあでもですね、日本は47都道府県ですか、47もあるわけでしてですね、この県庁に入ったからといってですね、何なんでしょうね、偉いかっていうとですね、まあまあ一般の人間からすると偉いかもしれません。東京都の場合は東京都庁というですね、あれが役所がありまして、まあ、都庁の職員であるというのは、まあ、一種のですね、ステータスかもしれませんね。まあ、給料はそこそこもらえますしですね、まあ、それなりにですね、まあ、権力もあるということなんでしょうかね。まあまあ、別に私はとってことないと思うんですけど、確かですね、のりのみや様が今ですね、嫁がれた先が確か県庁の職員で、県庁ではクロちゃんと呼ばれてる人らしいですけど、まあまあ、はい、この発言自体はですね、ちょっとあれですね、まあ、意を潜めるような発言ですけども、この川勝さんという方がですね、元は保守系であったのになぜか暴れ出してですね、リニアをずっと止めてました。
もうこの5年ぐらい止めてたんちゃいますかね。で、リニア結局ですね27年開業をですね延期して今は34年ができるかどうかっていきなり7年かいみたいな感じですけど別に私は名古屋に用事はないんでですね別にそのどっちもないですけど大阪にも大して用事はない。あでもあれですねリニアが大阪まで通ってですね、大阪まで1時間ぐらい行けるんですかはあれですねテレビ局に呼ばれた時便利になりますけどその頃までテレビ出てるとはとても思いませんから70いくつ80近くになってますからねそうだったらねじゃあ用ないやんということですけど選挙が行われると思うんですこの方がお辞めになったらですね知事選挙になると思うんですけどもそこでですね自民党はきちんとですね、自分たちのですね党の人間党というか自民党推薦の人間を当選させることができるのかというとですねうーんという感じですね。当然立民側からも出てくるようでして、ですね一騎打ちになると思います。多分6月ということはですね選挙は7月頃にやるんでしょうねあるいはその前にやるんでしょうかね、いやよう分かりませんけど岸田にとってはまた頭の痛い話でございます。もっとも岸田がですねそこまで6月7月の時点まで、自民党の総裁でいるかどうかは分かりませんけどね、でですねこれなんていうか静岡県庁の中でもこの川勝さんという方はかなりですね鬱陶しい、ボスだったようでございましてですね歓迎する向きはあると思うんですけどもかといってそのリニアの新しい知事がですね物分かりよくですね、リニア OK にするかどうかはですねまあまああれ分かりませんね。ただしその選挙の公約で出さざるを得ないでしょうからそれはですね、候補者が決まった時点 で、その知事がですねリニア止め男を引き継ぐのかそれとも代表するのかというところは選挙前から分かっていると思います。当然自民党系の人はですねリニア通すというふうに言うでしょうね。問題は立民側がどういうかですね川勝知事の意思を引き継いでって引き続きなんちゃらかんちゃらというふうになことを主張し始めると立民はリニア止め自民はリニア通すということになろうかと思います。まあ、ちょっとこの先どうなるかというのが注目ではありますね。まあ、でも突然のことでですねJR 東海は喜んでるんちゃいますかね。それで選挙が終わって新しい知事になればですね工事がいよいよ始められるかもしれないということではないかと思います。はっきり言ってリニアいらんと思うんですよ 私の人生には関係ないというのが一番の理由ですけどもそんなですね行き来して、何が便利なのか今でも結構便利ですよ。大阪日帰りできますからね。でそれ京都通らないでしょリニアって、京都通らないから京都リニア使って京都行こうと思ったらリニアに乗ってまたですね、大阪駅から在来線で京都に戻らなあかんやめんどくさいやんそれ結局私にとっては関係ないということですね。大阪のテレビに呼ばれる時だけ関係あるかなという感じですね。もう大阪も親戚いませんしね、もうねみんな散り散りになって、いなくなりました。はい、まあそれはいいんですけど、一応ですねこの川勝知事辞任辞意発言でですね、まあ、まさか撤回することはないと思うんですけどですね、リニアが通りそうだと、まあ、注目はこの選挙ですね。まさか自民党がですねここで落とすなんてことがあるとですねますます、まあ、岸田で選挙すればですね岸田の居心地が悪くなるという感じでございまして、まあしかしですねこのおっさんも、どこでどうなるかっていうのは分からんもんですねほんまにね。あと 2,3 年はアウトかなと思いましたけど、はい、ということで一応この今読みかけましたザクザクの記事のアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。